はい、こんにちは、物欲なワイヤ人です。今回ワイヤレスイヤホンご紹介いたします。 QCY というところのねワイヤレスイヤホンなんですけれども、この QCY ですけど、以前ね紹介したことあるよなと思ってね、過去動画見ましたら2017年にデビューしてました、それ以来ですね、ですので6年ぶりかなということで、QCY のイヤホンご紹介していきます。このようなロゴですね、QCY のワイヤレスイヤホン、これね良かったです。当時はね音ダメということでねレビューしてましたけれども、今回進化にね驚きですね。これは結論からしますと、 iPhone ユーザーは買って損なし、音質も不満なく安定したバランス高機能機だと思いますのでね、詳細見ていきたいと思います。このワイヤレスイヤホンの主な特徴としましては、 ANC アクティブノイズキャンセリング搭載、そして外音取り込み搭載、バランス良い、非常に良い音、また価格が1万円以内、そしてこのようにカナル型でとても軽量で装着感も良いです。一方ね、ない機能としましては、マルチペアリングとかね、あとワイヤレス充電とか、あとコーデックは aptX、LDAC 等のハイレゾにはね対応していません。 SBC、AAC だけですので、特にね iPhone ユーザーの方には、とても最適なんじゃないかなと思います。では外観から見ていきますと、このようにねケース真っ白ですね、こんな感じのケースで、今回ね白色をレビューを提供品いただきましたけれども、黒色もあるというようですね。でね、これが充電用のケースなんですけれども、充電と、収納ですねのケースです。はい、このようにね、とても入れやすくて取り出しやすくてね、良いケースだと思います。まあ、大きさ的にはこれぐらいですね。まあ、パッとね思ったのが、これに近しいかなと思いましたね。はい、こちらアンカーのね、これサウンドコアライフ P3 というイヤホンですけれども、はい、こんな感じ。まあね、細かいところは全然違いますけれども、はい、サイズ感的には、こんな感じのね、ちょっと四角い感じの丸みを帯びた、ケースになってます。そして嬉しいのは充電ですけれども、USB Type-C ですね。バッテリーに関しましては、イヤホン単体で6時間、そしてケース込みで、30時間持ちますのでね、まあバッテリーライフもね十分なのかなと思います。さらに5分充電するだけで60分ね使える急速充電もありますので、これもねとても便利ですね。続いてね、ノイズキャンセリング機能です。これすごいですよ。ノイズキャンセリング3種類、そしてさらにね、強度が3種類選べますので、合計ね9種類のノイズキャンセリングが選べます。さらにそういったノイズキャンセリングとかは、まあ、本体でっていうよりもねアプリから設定することができます。これねアプリで結構いろいろね変えることができまして、例えばね室内の静かな環境、図書館などのノイズキャンセリング、1、2、3パターンですね。このようにノイキャン度合い変えれます。さらに通勤、ちょっと騒がしい環境での、はい、ノイズキャンセリングですね。これだんだんとね強くなる感じですね。さらに騒がしい環境、3種類とこんな感じで、ね、ノイズキャンセリング細かく設定することができますので、自分のね、好みのノイズキャンセリング度合いをねここから選んでいただければと思います。そしてね一番右にはねこれね、はい、風切り音カットっていう機能もありますので、まあ、こういったね、音に関する設定細かくすることができます。そして、まあ、ノイキャンモードですけれどもね、外音取り込みノイズキャンセリング通常と、さらにこちら3種類選択可能です。あとねアプリで面白いのがサウンドバランスって言ってね、これね右だけから出したり左だけから出したりねすることができます。これちょっとどういう意図で入ってるのかわからないですけれどね、なんでしょうね、右の方がちょっと大きく聞こえるとかあるのかな、そういったのの場合にこう右にちょっとずらして、なんでしょうね、バランス取るとか、なんかそれは不具合な気もしますけどね。はい、サウンドチェックには使えます。右左どっちだとかちゃんと出てるかみたいなね、逆になってないかみたいなのねこれ分かりますけれども、珍しいですね、この LR サウンドバランス調整できる機能がついてます。続いてマイク機能です。マイクのノイズリダクションもついていまして、片方にねマイクが3つついてるんですよね、1、2、3ということでね、マイク3つついていて、2つでね合計6個のマイクついていて、マイク音質もこだわっているということですので、少しねマイク音質聞いてみたいと思います。
ではね、マイク音質チェックしてみましょう。今ね、結構ノイジーな場所でね、話しています。ワンちゃんがね、ご飯の前でちょっと泣いているのと、横ではね、お肉を焼いている音がね、環境音として出てます。あと、換気扇ですね。はい、こんな環境で、マイク音質、録音していますけれども、どのぐらいのね、音でしょうか。普通のね、音はかなりバランス良くて驚きました。この QCY のイヤホンですけれども。いや、昔ね、あまり良くなかったんですけれども、2017年なのでね、もう6年ですか、経ちまして、だいぶね、進化したなって感じますけれども。マイク音質どうでしょう。片方に3つのマイクが搭載されていて、環境音決してね、クリアに伝えてくれるというものなので、テレワークとかね、会議の時にも使えるイヤホンなのかなと思いますけれども、実際にかなりね、騒がしい場所で話してますけれども、どれぐらいで聞こえてますでしょうか。QCY のマイクで、イヤホンマイクで会話しています。ではね、今録音した音聞いてみましたけれども、まあね、結構強めのノイズリダクションがかかっているって感じはしますよね。声がね、まあ、電子音というかね、少しロボット音みたいになってますけれども、会話している音、声はね、聞こえるんじゃないでしょうか。しっかりとね、聞こえているかと思います。ほとんどね、周りの、まあ、お肉を焼く時のね、プツプツとした音が少し聞こえているかなと思いますけれども、それ以外はね、綺麗にね、声だけ、取り出せているというかね、聞こえてるんじゃないでしょうか。このショコラくんの声がね、聞こえてるのかな？ショコラ、静かにしなさい。はい、このようにですね、騒がしい状態ですけれども、マイクしっかりと聞こえますし、通信環境もいいですね。今、部屋の中をね、うろちょろと、歩いている中でね、話してるんですけれども、通信も途絶えることなくね、綺麗に取れているかなと思います。QCY のワイヤレスイヤホンのマイク音質です。どうでしょうか。結構ね、ちゃんと聞こえるマイク音質じゃないかなと思います。これまでのね、レビューしてきたイヤホンの中でも優秀な方なのかなと思いますけれども、どのように聞こえましたでしょうか。続いてね、ドライバーですけれども、10ミリのダイナミックドライバー使ってます。低音ね、しっかり出てますね。なんかね、レビューではね、低音あんま出てないみたいなのもありましたけども、私はね、しっかりと出ているかなと思いました。またね、イコライザーでね、いろいろといじることができまして、先ほどのこれアプリですけれども、上の方にね、カスタムサウンドとありまして、デフォルトポップ、サブウーファー、ロック、柔らかい、クラシック、カスタマイズと、こんな感じで設定ありまして、カスタマイズすると、このように 31Hz からかな、これで 1kg、2kg、4kg、8kg、16kHz まで、自由に周波数特性いじって、保存することができますというね、これもね、はい、名前つけて保存することができるという機能がついていますので、お好みのね、好みの音に仕上げることもできるようになっています。で、音質なんですけれども、私ね、素晴らしいと思いました。これ正直ね、期待してなかったんですけど、いつものね、いつもというかね、まあよくある低音モコモコかなみたいな感じで思ってたんですけれども、いやー、しっかりとした低音がね、強すぎず出ていて、こもりもなくて、とてもね、聞き心地が良いです。これ実際聞いていてね、眠くなってきちゃいました。それぐらいね、心地よいね、音ですのでね、驚きました。音場がね、広いです。とても広くてね、まあ言い過ぎですけど、スピーカーでね、聞いているみたいな音場感がありますし、定位も良いです。ただ音のね、解像度感、バキバキなね、解像度感っていうのはないので、まあ空間の雰囲気を楽しむみたいなね、感じかなと思います。モニターライクというのともね、なんか違うんですよね。アナログ的なね、いい音っていう感じかなと思います。そして防水性も IPX5 防水で、汗でもね、ちょっとした雨でも大丈夫になってます。さらにすごいですよ、外音取り込みの機能も、ボーカル強調の外音取り込みか、あとね、外音取り込みの、レベルも変えれるんですよ。これでね、外の取り込まれる音の大きさ変わりますので、これもね、どれだけまあ自分の耳に自然にね、外音取り込みにしたいかというのをね、この調整スライドをしてね、選んでいただければと思います。
ここまでね細かくそれぞれのね設定の、度合いを変えれるっていうのはねなかなかないかなと思いますね。操作はねタッチセンサーです。ここタッチすることで、動作ねいたします。それもねちゃんと誤タッチ防止のためにね最初はこのように1回押すが無効になってるんですよ。これねもちろんこう変えることができますけれども最初無効ってなってるのも嬉しいですね。音量等ねに割り当てることができます。あとね面白いのがね、まあ、ゲームモードはねゲームモード低遅延なモードですけれどもこれ正直ねコールオブデューティーモバイルこれねオンオフでやってみましたけれども、まあ、なんか劇的に変わらない感じでしたね。普通にゲームできましたけども音ゲーとかだとねちょっとね厳しいかもしれませんね遅延度合いとしては。はい、スリープモードです。これはねなかなか初めて見ましたね。これね何かというとねタッチ機能先ほどねこちらタッチで操作するとお伝えしましたけれどもこれをねブロックする機能です。というのもねイヤホンつけながら寝てるとねなんかに触れた瞬間にね、止まってしまったりねそういったのをね防ぐためにボタン操作一切無効にしてもうながら寝ながら聞きをね推奨じゃないけどねそういった状態にするというものですね。充電ケースに戻すとスリープモード終了するということですので寝てる間はねもうずっと、誤タッチ防止という機能になってます。あとはファームのアップデートとかねそういった設定がね、このアプリからねはい全部できてしまいます。このようにステータス音声設定とありましてステータスのところではね接続されているイヤホンのバッテリー状況ですね見ることができます。さすがにね AirPods のようにケースの充電容量は見ることはできませんけれどもはいこんな感じで、設定音声ステータスというねメニューありますのでスマホ連携も素晴らしいと思います。ということでいかがでしたでしょうか。いや驚きですね。いい意味での驚きです。ここまでね完成度高くね仕上げてきたんだなと思いますね。バランス良くてねほんと自然に使えるそしてね値段もそこまで高くないのでねヒヤヒヤしながら使うこともないというねほんとラフに使えて、自然体なイヤホンだと思いますので気になった方ね参考にしていただけますと幸いです。まあ、他の方もね少しレビュー何名かされているようでしたので、まあ、そういったものをね全体的に確認いただいてね、検討の一つとしていただければと思いますのでいや私はねとても良いなと感じました。型番とかね商品名をお伝えしなかったですね。 QCY のメロバッツ ANC ワイヤレスイヤホンというものになります。型番がね、BH21 の HT05A という型番になってますが、まあ、一般的な名称かな、ね、メロバッツ ANC イヤホンというものです。では今回もご視聴いただきありがとうございました。